はい、皆さんこんにちは、みゆきです。パーソナルトレーニング3回目と4回目行ってきました。で、早速結果の方なんですけど、3回目は2回目の前回よりマイナス 400g 減っていて、78.8kg から 76.6kg で、マイナス全体的に 2.2kg の減量に成功してました。で、1週間に1キロずつ落としていくっていうのがいいってトレーナーも言ってて、1ヶ月だからトータル4キロ落とせるのが、まあ、いいかなっておっしゃってたので、まあ、順調に来てるんじゃないかなって、今のとこ思ってます。で、舐めてた、ほんまトレーニング。3回目から、マジで本格的になってきて、まあもう、声も、うわーみたいな、うわーみたいな声も、ほんまにもう、無理無理みたいな言いながらのトレーニングしてて、次の日からの筋肉痛半端ない。ほんまにもうね、階段一段一段上がるのも、こう手すり持って家のブル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 ってなりながら、もう痛い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 みたいな。で、職場、私デスクワークなんですけど、椅子座る時もなんかもう、ここのお尻と太ももの筋肉、なんかもうほんまに泣いてる、筋肉が泣いてる。ほんまにもう泣いた。もう痛すぎて、座るのも、立つのも、歩くのも、もう早歩きできひんし、なんかまあ、筋肉痛になってるってことは、脂肪が筋肉に変化しようとしてることやから、すごくとてもいいことなんで、喜ばしいことなんやけど、もうなんか、私生活に支障がマジで出る。ほんまに。まあ、そんな感じですね。で、まあ、4回目のトレーニングの時は、プラス 400g 増えてて、まあ、全体で言ったら、1.8kg の減ってるってことになるんかな。でね、なかなか体重が落ちひんのなんでやろうなと思ったけど、やっぱり鍋の味とかをつけてたり、まあ、それはいいって言われてたんですけど、キムチ鍋とか、塩鍋とかそういうのしてたんですけど、水炊きにした方がやっぱり一番いいって言われたんで、ちょっと体重の減りがね、3回目から4回目にあんまり増えてしまってたから、ちょっとだけなんですけどね、増えとったから、これはあかんなと思って、ちょっと水炊きに今してます。で、晩は水炊きにして、で、家でのトレーニングとかっていうのは、まあ、しなくていいよって言われてたんですけれども、なんかやっぱ歩いた方が、まあ、ちょっと筋トレはしんどいなって感じだから、毎日ね、1時間歩くか、それに代わるトレーニングを自宅ですることにしました。ね、1時間、やっぱ有酸素運動した方が体重の減りっていうのは早いと思うし、いいんじゃないかなって思ってます。そう、次5回目やから、その5回目までには、ちょっと減らしとかないと、そこで減ってへんかったらね、やっぱ2ヶ月っていう縛りがあるから、2ヶ月間の、コースを申し込んでて、そこでやっぱり私の目標は10キロ。できれば10キロ痩せたい。2ヶ月で10キロを目標としてるから、強い意志を持ってね、頑張っていこうと思ってます。じゃあ、3、4回目っていうのはこんな感じで、体型、当初の体型と、ちょっとお腹減ってるかなっていう感じ。お腹の脂肪ちょっと減ってるんじゃないかなって。まあ、若干やけどね、だって、トータルでまだ言うても、2キロちょっとか、2キロぐらいしか痩せてないから、そんなに、やっぱ5キロぐらいからかな。人に、周りの人にさ、痩せた、可愛くなった、痩せた、可愛くなった、痩せたって言われるのは、やっぱ5キロぐらいからかなと思うから、ちょっとね、まだそんなに変化わかんないんですけれども、頑張っていきたいと思います。では。